もう何かわからないとか、もうゲーム何遊んでいいかわからないとか、そういう方でもぜひぜひご来店いただきたいなと思ってます。もうスタッフの方でも楽しんでいただけるよう努力していければなと思ってるので、はい、ぜひよろしくお願いします。自己紹介からお願いします、はい、リトルケイブ高円寺本店の土持ちと申します。まあいつも店長とかそういう形で呼んでもらってるので、まあお気軽に土持ち店長とか呼んでいただければと思います。何のジャンルがボードゲームだったら好きですか？多岐にはわたるんですけど、重ためのゲームが好きで、システムで言うと例えば、まあ、ロンデルとかが入ってるゲームがすごく好きだったりとか、あとはワーカープレイスメントみたいな、まあその作業分担をさせていくようなゲームが好きだったりしますね。で、まあ軽いゲームとかだと結構早い者勝ちで取っていくようなゲームだったりとか、あとはパズルのようなゲームも好きだったりします。特に嫌いなジャンルがないっていう形ですね。リトルケイブのお店の名前の由来を教えていただいてもいいですか？そうですね、リトルケイブは、まあ、この、まあ、店内の雰囲気見てもらうとなんとなくわかるかな。ゲームたくさんあって、まあ、ちょっとこう長細い感じもあって、まあ、ちょっと洞窟のような雰囲気があると思うんですけど、まあ、本当に小さな洞窟、小人さんが入ってるような洞窟で夢のある空間にしたいなっていうところからこういう名前に、はい、させていただいてます。お店の基本情報をお願いします。はい、今年で8周年になりまして、たくさんのゲームが置いてあります。ゲームの種類としては今ちょっと整理中なので店頭に出してないゲームも含めると、まあ、2000種類ぐらいゲームがありまして、まあ都内だと一番多くゲームを置かせていただいてます。で、食事メニューもたくさんあるお店となってまして、メニューの中ではその、まあ、カレーだとかそういったものから普通によくある、まあ、パスタとか、まあ、ご飯ものだったり軽食もたくさんあるので、まあ、お食事メインでも来ていただけるような形になっています。食事のみのプランもあるんですよね？そうですね、お食事のみの場合だとお席料は頂戴していなくて、多忙な時期もあるので、そういった時は1時間だけっていう形にはさせていただいてるんですけれども、まあ平日とか暇な時期とかであれば結構それだけ長くいていただいても問題ございませんし、例えば途中でゲーム遊びたくなったなってなった場合でも、そのゲーム遊びたくなったタイミングでスタッフの方をお声かけいただければ、その時間から、料金頂戴させていただくってことはできるようになってます。食べ物の持ち込みは基本 NG みたいな？そうですね、お食事用飲み物は NG とさせていただいてます。基本定休日はなしとさせていただいてまして、営業時間が平日が12時から23時で、休日が、祝日も含めまして、11時から23時までやってます。平日が30分単位350円で料金頂戴してまして、3時間以上ご利用になると2000円のパック料金に自動更新になります。2時間3時間ごとに料金が更新されていきまして、その時の金額が300円ずつアップするって形ですね。なので2000円、2300円、2600円でご利用ができます。で、学割プランも用意させていただいていて、学割の場合ですと、まあ、17時までのプランと17時からのプランがございまして、そちら互いに1200円ずつですね。なので片方1200円で取らせていただいていて、まあ、両方ご利用される場合、例えば12時から夜の23時までいるよってことがあれば2000円でご案内してます。相席への配慮みたいなのありますか？コロナ禍も含めて皆様このご相席に対しての抵抗感というのが多少上がってきているのもあるので、まずご来店された時に、まあ、相席の可否について伺いはさせていただいてます。ご希望いただいた場合でもご案内する前に必ずもう一度伺いはするようにしています。別々で遊ばれてた方をご一緒させていただくにあたって、やっぱりゲームの好みっていうのもあると思うので、そちらもスタッフの方である程度確認させていただいてご案内するようにしています。たくさん重ゲーを遊ばれたい方と軽ゲーいっぱい遊ばれたい方でご一緒にさせていただいても、やっぱどちらかが我慢してしまうという状況はあまり好ましくないと思ってるので、できるだけ両方の方が楽しめるような形でご案内をさせていただければということで心に留めさせていただいてます。土持さんがボードゲームを好きになったきっかけは？もう10年以上前になるんですけど、まあ、友人がその時飲み会だったか食事会だったかもう覚えてないんですけど、その時にラブレター持ってきていただいたんですよね。でその時に遊んだらすごく楽しくって、で後日ショップの方に買いに行かせてもらって、ラブレター以外にも、まあ、同じイラストで使われてるロストレガシーとか遊んでいて、まあ、そのよりも前に人狼ゲームとかを遊んでいて、それが
すごく楽しくて、で友人間で遊んでる中でどん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 その、まあ、物足りないというとちょっと失礼になるんですけど、どん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 たくさんのゲームを遊んでみたくなって、でボードゲームカフェに初めて行って、そこでたくさんのボードゲームを遊ばせていただいて、でそこでもうハマってしまったって形ですね。ちなみにじゃあその初めて行ったボードゲームカフェさんってどこですか？初めて行ったボードゲームカフェがあのジェリジェリカフェさんですね、うんうんうん、その時にいろいろと、まあ、相席させていただいたりだとか、まあ、最初はあの友達と2人で行ったんですけど、その時にも3名ぐらいの方かなとご相席させてもらって、その時に遊んだのが何だったかな、センチュリーとかそれいろいろと遊ばせていただいて、あそこでこんなにゲームあるんだと思って、もう最初本当にラブレターぐらいしか知らなかったので、カードを使うゲームしかないのかなと思ったら、ボードを使ったりだとかコマをたくさん使ったりだとか、そんなにゲームのこと知らなかったんだと思って感動したのを覚えています。お店でのおすすめのボードゲームを教えてください。そうですね、もう新作は何よりおすすめさせていただいてるんですけど、自分の好みというところであればテラミスティカ、こちらにもあるんですけど、よいしょ、はい、はい、テラミスティカってこちらですね、はい、はい、まあ、こちらはまあ結構重ためのゲームではあるんですけど、結構それらのゲームの中でも特に情報がほぼ全て開示されているタイプのゲームなので、多少相手の動きの予想が外れたりとか当たってたりっていう運の要素っていうのも多少はあるんですけど、そういったまあ基本的なサイコロを振るとかっていう要素が少ないゲームになっているので、結構お客様の中でも運要素が苦手だっていう方だと結構おすすめできると思います。それこそまあテラミスティカシリーズでいうと、あの新作としてね、まあ出たゲームもテラノバもあるので、そちらでも遊んでいただけるかな。でもっともっとまあ簡単なゲームで、まあ好み、まあ結構好みにもよると思うんですが、このセットってカードゲーム好きで、カードの中にいろんな要素があってそれを取っていくゲームになるんですが、最初覚えるまでがまあ覚えるというか、その感覚をつかむまでがすごく難しいんですけど、感覚をつかんだ後にカード1セット取れたりした時の気持ちよさがすごくあって、ぜひおすすめです。利用されるお客さんの層を教えてほしいです。そうですね、うちは結構ライト層とヘビーユーザーの、まあ、間というか結構そのまちまちなところがあって、まあ、結構平日でも休日でもためのゲームを遊ばれる方たくさんいらっしゃいまして、常連様は先ほど紹介動画の方でも上げさせていただいた通りに、もうヘビーなゲームたくさん遊ばれる方が多いですね。まあやはり土日になってくるとライトなゲーム遊ばれる方が多いかなといった印象です。この前僕らが遊びに来させていただいて、はい、結構外国人の方が多いなと思ったんですけど、はいはいはい、あの日だけなのか、それともこう結構来るのか、いつもいるっていうことはないんですけど、ちょこちょことはいらっしゃっていただいてます。うち翻訳してあるゲームとかもちょこちょこあって、日本語しか入ってないゲームっていうのもそんなに多くないので、それでやっぱお客様の方にもちょっと、私自身は英語はあんまり得意じゃないんですけど、まあなんとかあのそういうの説明書見てもらったりとか、一応こちらの方で、まあ、分かる範囲で英語で説明させていただいたりっていうケースはまあちょこちょこあるので、比較的多いのかもしれないですね。どんなイベントを今開催してますか？棚変えたりとかっていうのもあって、イベントっていうのはあんまりちょこちょことか行えたりはしてないんですが、将来的には、まあ、お食事も交えたイベントをたくさんやっていこうかなと思ってます。うちのやはり看板メニューとしてあのメープルミープルパンケーキがあるんですけど、そういったものをベースにしたイベントだったりだとかっていうのを行っていく予定ですので、楽しみにしていただければなと思います。お店のホームページに、はい、まあ、お一人様ももちろんみたいな感じ、はいはい、安心ですよっていうお話と、はい、あと20人でも遊べるボードゲームがありますよみたいな話があって、そうですね、はい、実際はどうです、20人で遊ばれてる方とか来たりしますか？そうですね、例えばその新刊の時期だとか、例えばその新入の時期とか、そういった時になると結構大人数で来ていただいてることもあって、以前、まあ、アルバイトスタッフに大学でボードゲームサークルやってる子がいるんですけど、その子が以前20人近くそのサークルのメンバー連れてきてくれたこともあって、まあ、その時はさすがにその20人一気に遊べるゲームっていうよりかは、例えば10人とかその規模で遊べるゲームを2テーブルとか3テーブルで遊んでるケースが多かったですね。ちなみに20人で遊べるボードゲームは実際はあるんですか？あ、はい、あります。まあ、あの
あんまりその遊ぶかどうかっていうのはまた別の問題なんですけど、例えばそのコミュニケーション系のゲームとかだと、その基本的にボードゲームのそのプレイ人数の幅がすごく大きいのと、1人から99人まで遊べますよってゲームもあったりするんですね、はいはいはい、例えばゲームで言うとウェルカムトゥーってゲームがあるんですけど、あのゲームって人数制限が本当にないゲームなんですよ。まあ基本的には多分 4,5 人で遊ばれることが多くはあるんですけど、ゲームのその説明書というか箱の方にも99人まで遊べますよ、まあ紙ペンのゲームで出てきたカードの数字をその紙の中に書いていくっていうシンプルなゲームなんですけど、どこまで欲を書くかっていうのが大事になってきて、まあたくさんの人で遊んでも、ああそうしたのかああしたのかって考えつつ見ていくと面白くなっていくゲームかなっていうのはありますね。フードにすごいこだわりをお持ちだと思うんですけど、はい、僕的には珍しいな、すごいこの前も食べさせていただいて、はい、全部美味しくて、そのこだわりが、はい、どこから来てるじゃないですけど、はいはい、飲食店をやっていく、まあそのボードゲームカフェの中でも、例えばお食事を出してないところもあったりするじゃないですか。でただお食事を出すってなった時に、じゃあそのいわゆるまあカラオケ店みたいなその食事の出し方はしたくないとは思ってるんですね。例えばその単純に冷凍したものを、あの冷凍食品とかをまあチンするだけで提供するとか、そういうのではなくて、きちんと冷凍するにしてもちゃんとお店の中で仕込んだものを出したいっていうのは結構ありまして、で金額としてもできるだけ料金に見合った食事っていうのを出したいとは思ってます。なのでできるだけ品質の高いものを安く購入できるように、いろんな業者さん当たったりだとか、まあ、買う場所だとか、あとは買う日曜日とか、そういうのを気にしてできるだけクオリティの高いものを出せるようにっていうのは、あとは定期的にですね、そんなに高い頻度ではないんですけど、メニューの刷新はさせていただいていて、どうしてもお客様も何度も通っていただいている方もいるので、飽きが来たりだとか、あ、まあ、例えば、まあ、こちらが一生懸命考えたメニューではあるんですけど、まあ、不人気なメニューとかもあったりするんですよね。そういうメニューとかはある程度、まあ、じゃあ削減をして、じゃあ人気になりそうだなとか需要がありそうだな、お客様にヒアリングをしたりだとかして、そこでどん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 新しいメニューを開発するようにしているような形です。最後にお客さんに一言お願いします、はいはい、今後どん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 リトルケイブ高円寺店の方からいろんな情報を発信できるようにしていこうと思ってます、まあ、今先ほども話したように棚の位置を変えたりだとか、テーブルの状況を変えたりだとか、メニューを変更したりだとか、イベントの情報だったりだとか、もうどん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 多分これからたくさんの情報を発信していけると思うので、ぜひこのたくさんのゲームに囲まれて遊びたいって方がいらっしゃれば、もうこちらの方でも最善を持って接客させていただければと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。